トイジオラマストーリー発信オプティマスエクスプライム。復活したグレンドラゴトロンから悪のパワーを授かったプレダコン指揮衆。パトロール中のソードボットはパワーアップした指揮衆の激しい攻撃を受け窮地に追い込まれていた。その時、現れたのはオートボット司令官オプティマスエクスプライム。ハンターオプティマスプライムの新しい姿だ。私はオプティマスエクスプライム。体勢を立て直し反撃に転じた指揮衆に対し、オプティマスエクスプライムはもう一つの姿で戦った。トランスフォーム。これがビークルモードの超特急だ。出発進行。オプティマスエクスプライムは凄まじいスピードで指揮衆を翻弄。次でとどめだ。武器は大地を揺るがし空をも切り裂くと言われる斬撃刀。必殺技回転連舞で悪を断つ。最強の司令官オプティマスエクスプライムついに登場。